中学受験スタート模試についてご案内いたします。対象は中学受験を始めたい、始め出した小学3年生から5年生になります。実施日は第1回が6月19日もしくは20日、第2回が12月11日もしくは12日になります。会場につきましては協賛塾もしくはご自宅での実施になります。なお、すでに塾へお通いの受験生の方は試験日や受験会場などお通いの塾へご確認ください。受験科目は国語、算数の基礎力テストと総合型の思考力テストの2科目です。それぞれ試験時間40分、100点満点になります。1回分の受験料は税込みで2750円となっております。またご受験いただいた受験生全員に日本の教育と中学受験がわかる情報誌、こんなに変わるをプレゼントいたします。スタート模試は小学校で期習した内容が出題されますので、現状のお子様の学力が測れます。またこれから塾に通うことを検討されている受験生の方は、ご希望の協賛塾の先生と学習相談ができます。ぜひこの機会にご受験ください。お申し込みは当社ホームページから行えます。ですからお忙しい方でもスマートフォンやタブレットで簡単にお手続きできます。詳しくは当社ホームページでご確認ください。